19日に右肘じ帯の損傷で手術を受けたエンゼルスの大谷翔平投手が25日日本時間26日からチームに合流する可能性があるチームは6日間の遠征を終え本拠地でレンジャーズとの3連戦を迎えるフィル・ネビン監督が23日同24日19日にロサンゼルスで右肘手術を受けた大谷が25日同26日の本拠地レンジャーズ戦からチームに合流する可能性があることを示唆した 水原通訳を通じて大谷の状態を確認したという指揮官は多分来週彼と会うことができるだろうと話したネビン監督によると大谷はすでに退院して自宅で静養しており彼は元気だ自宅に戻ってリカバリーをしているこれまで手術の詳細は明らかになっていないが18年10月にも右肘のトミー・ジョン手術を受けており手術の経験があるので復帰への過程を理解しているので それは彼にとっていいことだろうとここまでのリハビリが順調であることを明かした16日に負傷者リスト IL 入りし19日からの敵地での6連戦には同行していない大谷25日からは本拠地でシーズン最後の6試合が組まれている10月1日同2日のシーズン最終戦後には現時点で6本差でリードしている日本人初の本塁打王が確定する一方で盟友 マイク・トラウトは24日、同25日に10日間から60日間の負傷者リストに移され、今季中の試合復帰は叶なわなかった。大谷と本塁打王を争っているルイス・ロベルトジュニア、ホワイトソックスはこの日、レッドソックス戦で左膝を痛めて途中交代した。1回表に今季20個目の盗塁に成功した際、二塁へ滑り込んで負傷した。裏の守備から交代した。前日には38号を放ち、 大谷の44本に6本差と迫っていた25日に本拠地に戻って詳しい診察を受ける予定で今後の出場予定は不明となっているホワイトソックスは残り6試合ですでにプレーオフ進出の可能性は消滅している大谷はコンオフにはフリーエージェントとなり場合によってはエンゼルス大谷は最後になるかもしれないミナシアン GM は大谷がファンの前に姿を現す可能性も示唆しており試合には出ずとも 大谷の動きに注目が集まる。